マックス・フェルスタッペンが自身の将来について検討している背景にはチームメイトやトップマネジメントの動向が大きな影響を与えているようだ。ピーター・ウィンザーが YouTube の最新ビデオで語った内容によればクリスチャン・ホーナーがレッドブルを離れる可能性がある場合エイドリアン・ニューウェイが引退するのではないかとの憶測がある。ウィンザーはホーナーの挙手がチームに与える影響について言及しもしクリスチャンが去った場合そしてエイドリアンが 以前ほど F1 に興味を持っていないとしましょう。それはマックスと車のパフォーマンスにどのような影響を与えるでしょうかと疑問を呈している。これによりチームの指導層の変動がフェルスタッペンの将来にどう影響するかが不透明となっている。またウィンザーはスタードライバーであるフェルスタッペンの将来についても議論しており2026年以降そしてさらに 大きな変化が起こるる年にかけて考えると、マックスはこう思うだろうが、これは私が知っていて愛するレッドブルと同じなのかと問いかけている。この疑問からフェルスタッペンが将来的に他の可能性を模索する可能性が示唆されている。ウィンザーは結論として、そして突然、あなたはこうなった。マックスはもっといいものがあるのではないかと考えていますと述べ、フェルスタッペンが。 将来的に他のオプションを検討する可能性を示唆しているなおフェルスタッペンは2028年までの契約を結んでいるが彼自身が将来的にどのような道を選ぶかについては不透明な要素が残っているコメントピーター・ウィンザーがクリスチャン・ホーナーがレッドブルを離れる可能性がある場合エイドリアン・ニューウェイが引退するのではないかとの憶測があるということでフェルスタッペンどうするのという話です フェルスタッペンがどう考えるかはわかりませんが、私からは大きなお世話ありがとうと申し上げたい。まだホーナーが離れることが決まったわけでもなく、ニューウェイはレッドブルに残るという情報です。たとえ状況が激変しても、フェルスタッペンはどこでも迎えられると思います。何の心配もないかと。